永井さん、はい、シザーズとかいろんなフェイント教えてくださいよ。シザーズ教えるけど、はい、あんまり試合中じゃ使えないからね。え、シザーズ試合で使えないんですか？使えないことはないけど、はい、そんなフェイントとしてはあかな、はい、え、じゃあどんなフェイントが効くんですか？一番使えるのは、はい、え、それキックフェイントじゃないですか？キックフェイント、これが一番引っかかる。え、プロでもですか？プロでも一番引っかかる。そうなんや。これ以外は使う選手いるけど、はい、俺が一番しっくりきたのはこれかな。はあ、じゃああんまりシザーとか練習しても意味ないんですか？意味なくはないけど、はい、まあ、いいステップ、こういうね、はい、ブラジル人とかもすごいからステップとか、はい、まあ、そういうステップにはいいと思うけど、うん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 、やっぱ相手を引っ掛けるってなると、はい、やっぱキックフェイント一択かな。なるほど、ありがとうございます、うん、はい。